犬型ハオリン、起動します。天使型アンバル、起動します。マスター、キャラクターソング集も第2弾です。たくさんの応援ありがとうございます。パーソナリティの二人もきっと喜んでいるはずです。今日もテンション高くお送りすると思いますよ。そうですね。私たちも頑張っていきましょう。それでは。 武装新規ラジオランド皆様お久しぶりですアスミカナです 同じく、お久しぶりです北村えりですさてさて、またまた復活いたしました、はい、武装新規ラジオロンドそうです、このラジオはヒゲや PSP、オンライン対戦などなどさまざまな展開を行っている武装新規を楽しくお伝えしていくという番組でございますはいなん、はい、というか、復活っていうかさはいもうこういう間隔、感覚長い感覚を置いてレギュラーでやってる感じもするよまあそうだねなんか最初の大、ね、なんかこう 復活ですって一番最初に復活した時はなんか同窓会みたいだねみたいな話をしてたけどこれだけ復活を何度もさせていただけるとも,もはやこれが普通みたいなそうですそうです昨日もなんか同じスタジオでねそうなのたまたまの、ね、昨日一番,番組でお仕事ねそうこのここであたりあって明日よろしく、ね、おやつ、はいね、そうなんですよ気心知れどもメンバーでございますよ、はい、私たち以外もあの豪華なキャスト陣がね うん、相変わらず新規として活躍されているということで、ううんでなんかね。うん、武装新規のそのフィギュアだけで言うと。うんうんうん 70体以上いるんだってはあもうなんか普通に学園作れちゃうよ田舎の田舎の学校作れちゃうよ少年女性の学校つ作れちゃうよでしょすごいよねこれも早くフラッシュでもいいから何でもいいからアニメにして早く動画にしてまあそろそろその展開かなという気もしますけど PSP も出ましたねそうですよでキャラソンですよキャラソン キャラクターソング集の第2弾が発売になってりましこのラジオが復活したわけなんですけどついてるということなのでキャラソングを聴いた後なりキャラソングを聴く前なり聴いていただけるようになっているということ一緒に楽しんでいただけるようになっておりますが第2弾はね、キャラクターソングの方でも私お邪魔させていただいているのでぜひぜひ。 あと,とでしよう、うんはい。というわけでこれからのお時間一緒に楽しんでくださいね、はい、この番組は「コナミの提供」でお送りいたします「<music> 武装新規ラジオの。 フリートーク＆フツオタコーナー。改めまして、こんにちは、アスミカナです。フォックスとミンクって違うのかな？<ん>北村りですこ。このコーナーはフリートーク＆皆さんからのお便りを紹介するコーナーです。はい。ミンクってなにあのさ、あの、ね、エリマキアンじゃん。 はいはい。毛の、よく、あの、さサッとしたの最近、いっぱいドとかだけじゃなくて若い層もやっている最近ね、いろいろ出てますわあのなんか何の毛っていうのでフォックスって書いてあるのとミンクって書いてあるやつがあってなんかどっちも確か形状が一緒の動物だった気がするんだけどうーんミンクミンクも結局なんかキツネみたいなやつじゃなかったっけそんなことないけ動物の種類的な名前なのミンクってでもミンク聞いたことって書いてあるやつあるじゃんうんなんか 同じなのか同じじゃないのかふと思い出したいやなんでそんな話をしたかっていうとはいいや一応 また久しぶりですから新規新規とかフォックスって言おうかなと思ってそういえばフォックスってっていう話になっちゃったねまあ結果挨拶してないっていうね懐かしの挨拶ですけど勢いだけで出た挨拶ではありましたけどそうですよもう私たちはあの時は勢いだけいや今もそうですよね今も若干元気でやってますよおかげさまでねおかげさまでね年だけ取ってきますよなことないな そんなことないよフレッシュだよ。バカ野郎。ああー、ごめん。バカ野郎、そりゃまあ。フレッシュだよ。あ、じゃあ脱げよ。<laughs> <laughs> もうさ。う投げやりすぎるよ。そういうセクハラやめようね、北村さん。じ、自分で反省しているのか。<laughs> そうなのよ、ね。そうなんね、北谷さん、今何歳よ。北谷さん、何歳。と思二十二。 嬉しいなでですよあ,あ,あ、そうですか <laughs> い,やいやでも一切こうサバを読んでくださって <別に S 1> いや逆にねにこの間ね同じ声優さんに「同じ年かと思ってた」って言われて<ー>その方27歳だったんです。<laughs> <laughs> 普通に年齢の話なんてする機会ないからね特にそんなあえてなんか別にそんなけん引してるわけでもなくそんな感じなんだけどだからなんかそういえばって思う風格的にはそのくらいで風格的にそうね割とこうただならのオーラは出したわよね私ね割とまあそうねほらかの有名なほらハウリー猪子ちゃんっていう子もねいらっしゃってあの子もすごいオーラ出てたわよ。 私はねただじゃらずほら感じてたのよあの時から一番最初出てきた時からどこのポジションで話を聞いてるの鍛え今あなたどこにいるのあのそうねこの番組聞いてる人このね CD を手に取ってくれてる人がもうね目の前の私が混乱してるのでそうな今日今回そんなねもうほら第何段になるんですかっていうくらいほら私たちこの放送お届けしてるわけじゃないですかいい加減んね リスナーのみんなも成長してるんだから、そんな優しいラジオやってる場合じゃないんですよ。確かに。可愛い子ほどほら崖から突き落とせみたいなそういうのあったじゃん。だからどこのポジションで話をして、までも私たちが年を重ねてる分、リスナーの皆さんも年を重ねてってことですよ。そうです皆さん皆さん気づいてた？みんなみんなに週の階段一歩一歩登ってってるわけ。週変なとか言う。一緒に大きくなってるわけでてるし、多分。 の神経愛もねくななっってていいじゃですかまうねそういうね尻拭いだけ上手くなってってますね私たちもね自分フォローしけるのかどうか分かりませんけどあでも多分リスナーのみんなからのメールもきっと何かこう時間を感じるメールくれてるんじゃないですか時をちょっとね北村さん反省するべきだと思う今回ねハウリン愛がねすさまじいかほんとに 若干たって本当に今まで結構アンバルの方がどちらかというと優勢だったよね割と実やアんバルがだよあすみさんがじゃないですよ私の愛するアンバルがそうですそうですあすみさん1愛してるだけですからね1あすみさんですまあまあまあもう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 あンバルユーザーの11豆粒ですありがとうありがとうそうなんだハオリンの方が 今回はちょっと、れあれじゃないみんな空気読んでくれる <laughs> ハオリンメールそこから読もうよもう。まずこちらが、アポソンさんからです。ありがとうございます。あ,ますあすみさん、北村さん、新規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  ほら皆さん覚えておりますありがとうございますありがとうございます武装神規の世界に入ってもう早3年も経ちました、うん、今でもフィギュアオンライン &PSP ゲームともどもテンションをげ上げで楽しんでおりますよかった中でもハウリンは特に愛してやまず、うん、気づいたらバトマスでハウリンを5体も育てていたと<ー>まさにハウリンラブな状態ですよかった今回自分の特に気に入ったハウリンの写真を送らせていただきましたの、うん、のフィギュアとたまたたままサイズが同じだったので 合わせたところとても可愛かったので、前後不覚にもついつい太った一枚です。ということで、その写真付きで送って。本当だ。あれ、これは犬型ハ羽織の憂鬱じゃないですかまさにそんな感じの消失でしたっけいろいろね。いろいろですけども。ハ羽織さん団長になってらっしゃる。でも確かにしっくりくる。ねからりくん。しっくり。し普通に、もともとこんなかっていう感じの。 なんか永田さんのご親戚でも大丈夫な感じがするねショートカットね。確かにね。団長の腕につけるやつはついてるけどそちら側っぽいね。でもいけそうなのガ眼鏡とかかけてあげたいね。あねいいねそれもいいと思うます。はいどこでもかなりね適応力が高いですから。あのねそういえば私あのえっと去年か。 の、あの冬コミの方に、あの個人的なものでも参加させていただいて。そうなんですよ。で、あのツイッターを去年から始めて、本当にツイッター内でもいろんなあの、今までお仕事した方とか。同じ声優さんとか、結構交流の輪が広まってて、ブレードさんとも、つながることが結構できてて。あら。そうなんですよ。で。そうそうそう。なので、あの、本当にハウリン、ああいうの話をしたりとか、あの、お世話な。れ みたいなブレッドさんの絵、超好きですみたいな交流をしてたら、うん、あの絵をね描い,描いてくれる私だけじゃないんだけど、うん、あのハーリーの絵とかを、ね、描いてくれたりとかして<ー>そうあのそ iPhone の待ち受けとかにしてるぜ。 あとなんかすごいな現代のツールだい、だからさツイッターってその個人的なその例えば個人のメールアドレスを知らなくてもダイレクトメールってやつがあるんでそこ同士でこの個人的な会話をしてあの本を送らせていただきました自分の個人のあ、本をブレードさんに。へそんなこともできるのね。そんなことをしたりとかでなんかまた様子を見て「もうちょっとハウリンの絵描いてください」ってう あまりこう、大体的ま,まではね、リクエストするまではちょっとね。そ,そうなんです。そう、あの、猫もいいけど犬もね、みたいな。<laughs> もう、真央さんも可愛いから。ね、真央ちゃんも可愛いんですけどね。はい。こ、えー、れぐらい、もう今ので、私もハ羽織は健在でございますけど、ね。え、その、あの、そうやってね、あの、書いてくださるのって、嬉しいなって思いますよ。よ、ね、普通に。声を当ててる身からしても、絵を描いてくださってる方が、もう。

ボリュームワンはとても楽しませていただきました。たさて今回の武装新規キャラクターソング＆スペシャルラジオロンドボリュームツーでは念願のハウリンのキャラソンが入ってますね。うん、もう曲の収録は終わっていると思いますが、一体どのような感じでしたか？はい、アンバルと違いハウリンはどんな歌になるのか想像できないので今から楽しみです。それでは<ー>ラジオ頑張ってください。いいなるほど。はい、まあ<う>もちろんこのね CD これ聞いてくれてる時は、まあ、キャラソングもね入ってるので聞いてくれてる方もいらっしゃるとす、ね。 思うんですけどもうん、うん、あのー、本当に、うん、あのねハウリンの<ぁ>えっとハウリンの等身大もそうなんだけどうん、うん、どちらかというとその犬型であり、うん、その戦うその新規の中のジャンルの中でも、うん、かなり犬型ハウリンってあの攻撃,、うん攻撃 専門といいううかか攻撃的やっぱりその犬的な本能的なっていうところもあるので、うんうん、そういうその戦う精神みたいなところを結構フィーチャーしたようなあの歌詞だったりとか世界観になっててだからかっこいいテイストだしロックな、うん、感じであ,あ,あのー、なんだろうなすごくあのねどっちかってみんなで盛り上がってバンドサウンドみたいな感じではなくってうん、うん、本当に。あのー なんだろうなあの歌詞の中でも静けさを破ってっていう歌詞とかがあるんだけど、えー、本当にそういう戦う戦士のそういうあの貫く意志みたいな感じの曲調なので、えーえー、静かにしかし力強くロックみたいな感じのか、えー、コアな感じの曲なので、うん、そうそうそうなのコアだから、えー、本当にあのー、もちろん乗れるんだけど <laughs> すごくなんだろうある意味ハウリンのクールな部分だったりとかをかなり掘り下げているような曲だな私はあ,<ー>あのレコーディングをしながら思っていて。えーえーえー でであのレコーディングの時も、うん、あのもちろん練習みたいな感じで自分がこう、うん、思う通りに歌っていったりとかするんだけどだんだんその自分がお家とかで練習してたりとか聞いてイメージしていた曲,、うん曲 を実際レコーディングでもしやっていくとまたその時のそのまた新たに見えてくる情景で歌い方が変わったりとかニュアンスとかがもっとハウリンに近づいたりとかっていうのが結構発見があるレコーディングでそうなのだからあハウリンになったらこういうふうに言うかなとかここはあのそのそハウリンとしてそしてそのなんかこう戦う女子 というところでのニュアンスを入れるんだったらこういう感じの歌い方がいいんじゃないかみたいなのはすんなり自分の中に降りてきてでディレクターの方も「良いと思います」って言っていただいたのでかなりそのすごく苦戦したというレコーディングではなかったのでそう本能のまま私も歌ったといえばいい感じかな,とうんかなと思いますね。 一曲になりましたでもさこのキャラクターたちともさ長いお付き合いになってきたじゃないそうねでそこでのキャラソンだったから私も思ったんだけどなんかキャラクターしっかり見えるなっていうあ、そうそうねあるよねそ長いお付き合いだからこその何かうん。なんか楽しかった私よ。何回も聴いてほしいですねやっぱアーバルトのやっぱりサモヤパタ出てと思うのアーバルの曲とホーンの曲をたぶん例えば立て続けにトラックとして聴いてい たりとかしたら、やっぱりアンバルアンバルの色があって、キャラごとに結構うんわかりやすくね曲を作っていただいてて本当にぴったりだなとどの曲も思うので、はいぜひぜひうん私聞くの楽しみだなよろしくお願いしますじゃあ続いてお願いします本当に私全部お願いします影人さんからですありがとうございますあすみさん北井さんはじめましてはじめましてブシ 武,と武装神器の「武」と「神」を合わせて <laughs> ああ新たな挨拶が生まれた時に。<laughs> はい、前回初めてラジオに聴かせていただき初めて投稿をさせていただきました私が初めて手に取った新規は、うん、橋形新規の小昼なのですがいつの間にか18体もの新規に囲ままれていますでも次のラジオまでには20体を超えていると思います、うん、新規かわいいよ新規、うん、アンバルもハウリンも大好きです。<お>これからもたたくさんの新新規規に出会っていきたいきです新規ラブ、うん バシンっていうことね。ドスンっていうのと一緒ですからね。音声同じなの、うん？音声あの同じです。<laughs> はい。シン。そう。 まああのドドンって感じですからあのよくあのトンネルズの石橋貴明さんがあのお土産とかあのおかげでしたのとかでこうえ持っていただいたなだすんっていうあの感覚でのバシンっていう感じでちょっとわかりましたはいはい私が単純にその石橋さんが大好きなだけなんですまあそれ多いのですごいよねだって十八体その中にいいのうちらのいるの当たり前だよね当然だよねでもでもいっぱいいるからね。 新規70体以上いるからねその中で選ばれたかどうかでもアンバルもハウリも大好きですって書いてるからきっといると前線にいてくれる前列にだって18体ってすごいどうやってねお家にチンズをましていらっしゃる懐かしい子から新しい最新の子まで女性揃い してほしいですね。もっといっぱい。ね。二十体と言わず。そうそうそう。もうなんか、全部この際。集めちゃいよみたいな。でも、これだけ集めてたら、確かにそう思っちゃうかもしれないね。うん。もうこの際だからみたいな感じで。そうだよね。でも、新規部屋とかできちゃうよね。ああ。あと、これだって。きっとね。フィギュアのマニアというかさ、フィギュアを大事にしてる方とかさ。あの、ショーウインド買うじゃん。 お家に専用にあ、うん、だかなんか新規だけのショーケースできるんじゃないもうそっと70台以上減るんだったらそ然できちゃうんしかもあれじゃないのあのキャラキャラデザというか絵師さん別にできるよねはーいそうん、ゾーンでできんじゃねみたいな <laughs> すごいね<え>もうなんかきそうね展示会みたいな展示会開けばいいとう<示> <laughs> <laughs> 武装新規のオフ会とかできるじゃんもう<ー>もう10台揃えちゃうよね。そうねお家でやろうぜみたいな 飯を食いながら語らいつつねーやるっていう素晴らしいすごいなー。

逆だったからね、うん、武装神経武神、ンバシンって言う言い方ちゃんとそういう言い方にしてくださいねああその勢いとそうそうドスンって感じそそうそう,そう <laughs> おいなんかさこの間お前知ってるかあのバシンのキャラソン出たぞ <laughs> みたいな <laughs> いちいち会話の中で <laughs> 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 めんどくないなその会話、うん、でもほらだからさ前のあの時もさ<ー>このさ復活ラジオで言ったけどさ、うん、お店の中とかでさそういう会話でさ、うん、ワードだけさ「バシン!」っていうのがさ他の人に聞こえたら <laughs> あなんだろうさ「物心ってなんだろう」って気になりはするね。 周り聞いてる人はね、こいつらどうしたと思うか。逆にだからほらみんなびっくりしないように、うんうん、このラジオいっぱい聞いて、ああーみたいな対策つけてばしんって言っても大丈夫だ、<laughs> 当たり前のようにね、はい、みんな会話するときはそのテンションでお願いします。ます <laughs> じゃあ続きましてこちら<よ> E4 さんでよいのかな。ありがとうございます。 あすみかな様、北村えり様、めましてはじめましてはじめまして新規歴半年ちょっとの弱配物ですがよろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございます新規自体は何年か前から知ってはいたのですが買おうと思ったのは今年 PSP のゲームが発売されてからです、うん、ああはい、ちょっと前にいただいたメールになりますねなんとなく可愛いから買ってみようかと思ってそこ えーえー、購入即プレイ即ハマりその時期にまだ店頭で発売されていたアルトレーネと見た目で可愛いと思ったハウリンを買ったのが最初でしたあ,ありがとうほらハウリンきましたここま今すごいこの人嬉しいわ今ではもう28体あ<っ>当然3月までの新規も購入する気満々新規動を突っ走っておりますいいねさてこれだけ家に新規がいて一番好きなのはと聞かれればうん <laughs> ハウリンですマジでありがとう犬子の魅力にやられました今お金持ってないけどお金で解決しよういやアンバルもいるんですけどいるんですけどハウリンが可愛すぎてたまらないアンバルとストラフみたいにハウリンの新型とか出ないですかね出たら何を置いても購入するんですがはてさて長々としてまとまりのない文章でしたがこの辺いやいやとんでもないマスタありがとう

たちを愛してくれて、うん、バシンもうすごいハマ <laughs> <laughs> ってくれてて、っていうことは多分このラジオも少なからず補完としては聞いてくれてると思うんだ。うん、だから、うん、今までの奇跡からすると本当に、うん、あのまあ、アンバルだけじゃないんだけど、うん、アンバルもすごくめでられてたと思うし。うんはい そうだから私はちょっと引っかけてた本当はハオリーユーザーいっぱいいるんだけどもっと表に出してこの番組とかに送かてよって言ったのをそれが今回筆を取ってくれたってことで嬉しいなだからキャッチボールできてたのかもしんないそうよこのちょっとね感覚は飽きつつの復活ではありますけどこうして皆さんがやっと素直に愛情を表現してくれたのよもう無心動ですよバぶェンドウですよ自分はさせたね自分では 気いじゃね。そうそうそう。なの。でも私たちさ、だいぶ最初のその新規たちじゃない？第一弾はい。もう本当にそうそう。もう最初の人ですよ。最初の人なのにこうして長いことね愛してもらって、新たにこうね、そうなんか可愛いって思ってくれる人が現れてなんか選んでもらうと嬉しいね。本当にありがたいことねありがとうございます。そんな感じで。はい。 えー、久々の復活ではありましたが、うん、メールたくさん届いてましたありがとうございました,ました以上「フリートーク普通のお便り」のコーナーでした、うん、新ララジオランド教えて先生皆さんお久しぶりです <laughs> はあ、なんか先生ドキドキしちゃうえーとこのコーナーは皆様からの質問を私アスミ先生が優しく教えていくコーナーですあら先生こんなだったかしらあー全然キャラがわからない自分見失ってんじゃねーよあらフレッシュ気取ってんじゃねーよ VC とか絶対言わねーんだからこ,こんにちは

<laughs> ちょっとえどんだけ成長しちゃったの何歳ぐらいサバ読んでたのそんなサバとか読んでないけど女の子って成長するの早いって言うじゃん突然大人の表情を見せる時だってあるわよねそうよ本当は本当は後ろにチャックがあったとかそういうのじゃないチャックあったのチャックはないけどあ騙されてたやっぱりね、えー、70人ぐらい以上もね、えー、まあ兄弟ができちゃえば私だってお姉さんになるわよ <laughs> 確かにね犬子よ<え> <laughs> しぬこちゃんだいぶ最初に出た子でしたからねかそうよあら、えもうデーデーナイクなんて死んじゃったわよえーー

こんにちは、この未候補の鈴木です。あら、あこちゃん久しぶりじゃない。今日もよろしくお願いします。ちょっとなんか面倒さいの一人増えちゃったけど。犬子ちゃんね、大きくなっちゃってね。大きくなったわよ。そうよ、背だけじゃないわ、ちゃんとバンケンバンバンみたいな。あ、サイズ的にも成長しちゃったから。なってサイズなってるわよ。それはリスナーの負けないからね。え、負けないわよ。あ久美先生に。でもそういうライバル心は抱いてくれるのね。 まこんな感じでいいですか <laughs> <laughs> あ、あすみ先生よりももしかしたら年齢、精神年齢上かもしれないわね、い子ちゃんで <laughs>、はあ、犬だっていろいろあるわよ犬だって <laughs>

<laughs> ボリューム1に続き <laughs> ボリューム2もとても楽しみにしていましたさて今回は一つ言いたいことがあります今回の「ラジオローンのボリューム2は」は温泉でもメールを募集していましたああインターネットラジオステーション <laughs> 温泉さんでねありがとうそうです配信しておりましたからね <laughs> 昔ねそれを見てついに温泉でラジオローン復活かーって期待したっちゃ 先生、噛みました <laughs> あの、あすみさんってそういえばあすみ先生です、先生よあれ私はあすみ先生ですち,ょっち違います、あの福岡とかじゃなくて単純に噛んだだけです, <laughs> ですええー、すみませんでしたと期待しちゃったじゃないですかです私の期待を返せ

前のその犬子ちゃんを思い出して涙をこう流していらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないし新たな魅力にメロメロになってる方もいるかもしれないなどちらでもなんだろうねみんなって私にって何を求めてるの<え> <laughs> <あ>何がの求められるものもなんか考えられるようになったのねそっかやっぱ需要と供給って必要だよねわ <laughs> かったじゃあ戻る <laughs> <お> <laughs> カメタ止めてんじゃねええお母ちゃん なんだよあの犬子ちゃんが戻ってきたなんでちょっと嬉しそうな顔してんだよほっとしてんじゃねえよごめんね先生か苦いとこのキャラ疲れんだよ <laughs> だ<ら>もう歳なんだよ中の人が中 <laughs> の人とか言わないでもうちょっと楽な線で喋らせよいいいじゃあ行ったり来たりでお願いしますそうよね遊んでくるしいわ <laughs> 犬子ちゃんこのハオリンちゃんアンバルちゃんどう思うあんななこれはあの、えー、すごくいいギャップだな

何が言いたいかって、アッコちゃん久しぶりこの声で久しぶりあごめん、ちょっと歳いきなりパって吹けちゃったからさ、ちょっとびっくりしてたなと思って、アッコちゃん本当笑うしかねえっていう顔してた。アッコちゃん、でもこのスクリーンショットいかがですそうね、本当にさ、ちょっと浅井先生、声のしかたがなっちゃった。

あのね、ティンパニーはねなんかどっか行っちゃったのなんかあまりのショックでねなんか北海道の学校かなんかに行っちゃったりしのあそれぞれの人生があるのねもうあこちゃん笑うなら声出して笑おうあれめんたいこどうしたかもって思って。めんたいこはめんたいこって何だったかしらもう、かない <laughs> 自分で忘れてるでしょ犬子ちゃんね犬子ちゃんね明太子はスタッフが美味しくいただいたよ <laughs> <laughs>

あ、ありがとう。あ、あの、かの有名な、ティンバニーがな、あの、指先のテクだけはすごかったんだ。あ、そっか、すごかったんだよ。毎日タイル、タイル積んだりとか、レンガ積んだりとか、訓練がな。訓練して、タイヤとか引きずって、走りながら、バトルロードとかいっぱいしてたんだよ。なんか、PSP も何んないされたと思ってんだ。

やっぱりさ、まあこ構さそういう、双役じゃないし、あ一人、すごいストレス感じると私、急に成長しちゃうわけ。うん、大変だよ。成長させると。年々大子が巻き込まれた時きも、年々大子みたいな。すごい成長しちゃったからね。すごい負荷を感じたのね。そんなんです。こんなラウじゃなくて、第二弾は出るんですか、こちゃん？出ます。はーい。本当に。本当に。本当に。言っちゃいました。言っちゃいました。 あこちゃんがいいんですかここで言ったってことは本当に出ると思うどうかなあこちゃんをいっぱい引っ掛けちゃってちょっと今息子なっちゃってちょっとぺっていっちゃってあ、ゆっくり出ないですまだお昼なんで今ほんと発売時期とかはまだ未定なんですけど送信機バトルマスターズマーク2のですね制作が決定しましたというところで決たいそれはやっぱりその第一弾の なんかたくさん遊んでくださったとか、そうなのねいただいたとか、はいもう本当にあの皆様んも武宗神気ファンが物心でしたっけ？物心、ファンの皆様にですね支えられて本当支えていただいておかげさまで第二弾そう行きますというところで。そう

ほんとあのな遠い親戚でな、ね、あ,あの幼馴染的な、ええ、一瞬だけ幼馴染みだった遠い親戚が犬子こにいて、ええ、あの犬型がたにあんこっていうやつがいるんだけどあんこがなあんこ,あんこがじつはなんかほんは出たかったらしいんだけど。はい えー、やっぱ遠い親戚すぎてスケジュールの連絡回わなかったんだって、えー、ああそうなんだこの会場とかに呼んでほしいって言ってたんだってえでゲームもしたいしすごいすごいハワリン好きなんだって自分が犬のくせにああ<ー>そうそうみたいな感じ。そうなんで、ねえー、自己愛の強いやつでそいつが今度ゲームしたいって言ってたよあすみ先生と。

だんむらはおりあんこあんこがもうややこしくなんか家系図とか作ってくださいだ誰か作ってくれなん今までのあのちゃんと聞き直してちょっとなんかこうそう感じであの好き嫌いとかなんかそういうバトルみたいなやつまで書いてほしいな喋ってる側が覚えてないからね覚えてねえよそろそろね繰り返っちゃいけねえだよちはなんどっちなの繰り返っちゃいけねえじゃあまた次お会いできたらその時にということで楽しみにしてるみんなわかったかな 第二弾で、お会いできると思いますので、お楽しみに。ありがとう、先生。あ、なんかお礼言ってくれた。手台本に書いてあるから、読んでみたあ,あ、台本よね、そうよね。あこちゃんもありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございます。はい、やっぱりこうなるんだよね。先生はどうして、先生のはずなん。バイバイ。バイバイ。武装新規。ラジオロンド。新規リング。 で武装新規といえばやっぱり新規同士のバトルが花ですこのコーナーは新規たちの中の人でもある私たちがバトルをしそれを通じて友情を再確認しようというコーナーですほ<う>勝負に勝つためには知力体力時の運の3要素が必要です新規にも3つのコアセットアップチップが必要だったもんねどのテンションの <laughs> お互いリアル勝勝負をして勝った方にはご褒美がもらえますということで、はい、今日もバトルをしましょう、はい、今日の対決方法はこちら バシェンバシェンド <laughs> いう意味で武装神器お絵かきバトルリターンズ お絵かきしましょうということです。はい、でもね。はい、ちょっとね。違うんです。そうなの。のただお絵描きするだけじゃないらしい。ここに謎の封筒がございます。はい、この封筒に3つのヒントが書かれているらしい。はい、そのヒントを元に正解だと思うものをイメージして、この紙に書いていくと絵にするということですね。うん、で、それを書いて、あの金魚鉢の向こうにいるスタッフの皆さん、うん、さんまあ,あっこちゃんを含むスタッフの人に、うんえー、判定をしていただき、どっちの答えの方がより。 金銭に触れるか受けるかなんか良かったみたいなそういうことみたいです何、ね、<laughs> かあ,のあっちでいいってもんじゃないらしい <laughs> みたいなので<っ>まあその辺も、はい、ちょっと頑張りましょうやってみましょう、はい、じゃあ参戦行って2勝した人の勝ちということになりますので<解> ABC ヒントの封筒がありますけどどうしますどっからいく、ま じゃじゃんけんで決めようぜ勝った方が決めていいよ ABC じゃんけんぽん果たしかったねうん無心になんかちょっと気をされたけどじゃあ A 頃に決めね A いこうか一つ目のヒント私は1982年にドイツで生まれました何それわあなんかそういう硬派なヒントなんだね難しいねクイズ番組みたいな何度上げてこう82年わ83年生まれ 八十七年。<laughs> ああ、そっか、そっか、そうじゃ、うん、ね、そのくらいの年の差、うん、ですよね。二、はい、つ目のヒント、じゃじゃん。外見は。十二センチ、もしくは八センチ。で。厚さは一点二ミリ。外見。外見。え、え、むずくね、これ。これ意外と。この。クイズ。うん、これ。 どんどん開けとこちょっと全部開けちゃう3つあけ… 3つって言っちゃう3つ開けよう3つ開けてみてから考えようどよ3つ目いろいろなデータを記録しますああえデータを記録するえ、ちょっと待って十二センチってどんぐらい十二センチどんぐらいえ十二センチなんかひ人差し指とかそんぐらいいやもうちょいあるぐらいじゃあそのだい手のひらのえ手のひら真ん中 からデータを記録するんでしょ。えあなんだっけ厚さなんだっけ？厚さは1.2ミリ。厚さ1.2ミリ結構薄い。うち2薄いあ1.21.2ミリ薄いね。薄い方だよね。うんうん1ミリ。ミリってことだよね。で外見はなんで発生あわかった データを記録するっていうか結構今回のうちらのまあなんかキャラクター的になるのとかなりなんだあじゃあ昔はあったで、ね、8センチってことかことだよ、ね、えでも<れ>えこれをどうかけと <laughs> <laughs> これをどうかけとだから<え> <laughs> もうどうしようもないですサクティか。 はいできた <laughs> できた <laughs> よしもう本当にこれをどうかけとっていう感じでしただから無理やりかこつければいいんだよ、うん、説明で補助すればいいんだよ、うん、ちょっとだけそんな感じでじゃあ見てみますかはいお互いはいせーのドンあ、CD 横から見たつ上から見たつ <laughs> わかりやすい。おおあしかもちゃんと一応ハウリンとアーバル書いてくる。あのねーアーバルを書いたらねなんかトノみたいになってあのあのヘタなパーツの部分、うん、そ,そ,そ,それを書きたかったんだけど。<laughs> なるほどね。先細すぎてはい。 さんのはちょうど今日このね、あの CD のキャラソンラさんブリック・ザ・サイレスが入ってるよっていうことで。ずるいな、そうだな。えー。ハーリンが歌ってる、その CD ってやつじゃねえですかという。CD だと思いました答えは CD で合ってるのかな答えは合っていますか合ってる。合ってるどっちの方が伝わったか何か。何たか。バシンってきたか。バシンって思った方を。はい。じゃあ、 期待りの方だと思った方手を挙げてください。バシェン。あ、一人。あ、ありがとうございます。イエス今日読んでくれて。あすみさんだと思った方手を挙げてください。ダ、はい、ン。バシェン。バシン。アイス。イエスまあこれわかりやすいね。<laughs> <く>あすみさんの本語。 <laughs> あの、厚さとかいう話があったんですこんな感じで伝えていくということですね <laughs> しかも上から見た図って書こうとして図をダンって書いて上から見たらダン, <laughs> バシンって感じです, <laughs> バシンです <laughs> じゃあ続いていきますかはい、じゃあ今度は私が選ぼうかなお願いしますじゃあ C いきますか C のヒントお願いします。 <laughs> 生まれは第二次世界大戦中。ね、もうわかんないよ、ね、そのなんかニコナクロとかでこれ一個目じゃわかんない。わかんないね。二十二年なんだ CD。形はストレート。ストレート？折りたたみ、スライド式などなど。えちょっともわからない。うん、ストレート折りたたみスライド式などなどえちっともわからないストレート折りたたみスライドスライドってなんだ。三、ねつ,ね、つ目お願いします。バーシン。<laughs> あ1位 Nokia2 位サムスン3位 LG これ会社さんのねメーカーさんの会社名ってことですよねへ<ー><う>えー、分かった <laughs> あ折りた,た折りみ式<え>折りたみ式ってあるのかな<え>ストレートで私スライドはかるけどええええこれもある意味そのデータ的なものに関与して<え>あれ違うええ全然違うのかな え聞いたことあるよノキアサムスン LG でもさっぱりわかんな、ね、電気メーカー電気っていうかエレクトロメーカーさんですよねエレクトロエレクトロって何エレクトーンなんなのこれ何、えー、私 USB かと思ってた、えー、違うのこれ USB B じゃない、えー、あまだそう書くまでは答えはできないんだ <laughs> そうだ今ここで聞いたとしても USB だと思ってんだ私は。 カシャンってスライドするやつとでも折りたたみ式見たことないんだよな折りたたみえ、USB ってこんな昔からあるあ、でもそうだよねそうだよね第二次世界大戦中かないですよねなになんだ私たち超協力してるなえぇだって全然わかんないえ第二次世界大戦中にこれやめるやめ戦するんだって B にする3個やるんだからこれ結局やるんです ええ、何にしよっかなー。ストレート折りたたみスライド。うーん。何。折りたたみスライド。ええー。全然わかんないな。もうわかんねいから。何スライドって。わかんないせ。戦時中ってことは、なんかの武器なのかな。ノキアだよ。サムスンだよ。ええー。ええー、全然わかんない。でも、なんか。 番組に関係え、あ,あそっか最初 CD だったからねなんかなんかちょっとちょっとは東京読んで関係あるそんなに <laughs> そ,そんなに <laughs> ほ,ほんまほんま私できたぞいいよ出してもうん、でも、うんうん、どうしようもない私もただ今絵描いてるだけだよ私もです行 <laughs> かーもう行かーいいと思うよ うんどうしよう、一緒に出す先出していいよジョージョージョーはいー、はい、私できましたのでできちゃった先に出しちゃうねいいよあすみさんの描いた絵はこれじゃじゃあじゃあ<ー> <laughs> もうなんか、え、でも、ああなるほどね折りたたみっていうあなるほど言葉からしか連想できなかったんですけど、うん、傘ですね 傘だったらでももっと前からあるのかな。ねかあでも傘っていいねなんか確かに言われたらそうかもしれないと思える。でもスライドうんうんしかもノキアサムスンみたいな感じで。<laughs> そうだね LG で傘って聞いた。いろいろねもしして傘折りたたみ傘ということで。 なんか幼稚園みたいな絵を描きましたー。なるほどねー。わかんないもん。これ難しいでしょう。難しいね。現実っ,っていうの感ちょっとやっぱきついね。わかんないね。難しいね。誰様？はい。

二等身です。一位ノキアなんだね。そうです。ノキアさんと癒着していますた。い <laughs> や、どういうこと。<laughs> じゃあまず正解聞こうか。あ、そうだ。正解正解,正解はななんですかこれ。ええー？<laughs> さあ第二次世界大戦中にできてんの？ああ、でも確かに軍用無線？まあトランシーバーみたいなもそあそうなんだ。え、ノキア第一位とか二位とかもそれは生産のな。 世界生産の順位<れ>答えはえ携帯電話答え携帯電話だそうです確かに折りたたむし,、ね、ス,しスライドもあるしそう最初思ったのその形はっていうのとかで、うん、携帯かなと思ったけど、うん、第二次世界大戦中だから違うだろうって思っちゃったのよねなるほどねそうなんだじゃあじゃあそれは置いといて <laughs> この二人の絵どっちがいいですかーみなさんもう何の問題なのかわかないかああ判定する人が大変なコーナーだね<え>ーそうだねだって当たってもいないイラストを判定するんだからね <laughs> でも傘かわいいよ傘と犬子ちゃんの成長を成長じゃあ北百合さんの方がいいと思った人 <laughs> 聞かなくていいんじゃねえかいない <laughs> あすみさんの方がいいと思った人いない あ、あ引き分けだって、まあ、まず答えられてないっていうところ外れてるからねあそうだった、うん、このコーナーもなんか難しいまあ私開くからね交互に開いていこうよーしえっとね、うん、長い花を持っている仲間が多いなえ動物,動物かなじゃあ二つ目は、はい、形は箱型えっ、ー、と円筒円に筒ね 背負い型ロボット型などなどさまざま何何何いっちゃってんのもう大混乱です簡単って言ったな最初だけだったね簡単だったのえっと3つ目のヒントが紙パックサイクロンあこれは分かったなええこれは分かるでしょうここの3つ目はわかりやすいですうえん うん。ええー。わかんない。ええー、でも、絵で描くの難しいな。絵、え、は、ー、ええー。ええー。えー、えーえー。えっと。えっと、描いてみようね。えっと、えっと。なんだろう。なに <laughs> これ。わ、えー、<laughs> かんない。わかんない。なに。本当にわかんない。 いやいやこれ三つえっ、ー、とねこの二つ長い鼻を持っている仲間が多いと紙パックサイクロンっていうのが一番ヒントかな形は正直ようわかりますロボットって何ロボットあーああ背負い型 <laughs> 背負い型って見たことある <laughs> なんかの型ですかみたいな <laughs> 背負い型あでも業務用みたいなやつかな<ー>背負い型そういうのあるんだ。 できた。暑い暑い熱くなってきた。できたできた。よしできました。なのでじゃあ一緒にババンと三つ目ですからね。はい発表いたします。じゃあ発表しましょう。せーのバチン。あいっぱい書いてある。いっぱい書いた。あ掃除機。掃除機ですね。掃除機このこのハウリンさ。 サ写真、写真、つって、あ、犬子ちゃんなの。ええ、バシンって書いてる。<laughs> 勢いじゃないですか。勢いで書きました。私もそいついるよ。象のやつでしょ。でこれが一番、なんか、うちのおばあちゃんがよく使ってた。一番見慣れた形だよね。うん。うん。うんうん、コンパクト。あの、携帯こきみたいなた。<laughs> みたいになっちゃったけど。<laughs> 昔、家にあった。あ、本当ね。ワンルームとかだとさ。あの、ちっちゃいやつで。でい、うん。年齢、平気なの。 うん、これはただ一つの、あれ <laughs> あれあるじゃんいやこれルンルンですよあの芸能人がよく持っているルンルンですよ、知ってるあのフィーってやつあのロボットのやつ,やつ,のやつそう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 勝手にシんしシュンって角曲がっていってくれるやつだ声優さんも持ってる人多いらしいすごいね <laughs> 結構高いの <laughs> 確かすごい高いんじゃなかったっけ だって、そういう人たちってさ、ちょっと前はさ、ただ一つのやつ使ってたじゃん。ただ一つのやつ。まあ、まあ、ね。わかりやすいね。お掃除機。掃除機で合ってます。答えは合ってる。はい、じゃあ、どっちがいいか。もう、どっちがなんだって話ですけど。はい。北入さんの方がいいと思った人。一人。手が上がりました。じゃあ、あすみさんの方が、なんかいいかなと思った人。なんかいいかな。二人。あ、じゃ。

みなさんありがとう。以上新規リングでバトルのコーナーでした。武装新規ラジオランド。さて武装新規ラジオランドスペシャルバトルツーかないかがだったでしょうかー。うん、お疲れで<疲> <laughs> 眠くなっちゃった。なんかー負けたからか。うん

大人な犬なのに。大人な犬の負け犬です。え,えー超迷うけども、これにしよ。はい、ということでね、本当に、ね、あの、多く、あ、ました。ありがとうございました。待って、早く笑うとしないで。なんだよー。楽しかったですよね。うん、だって、まあ、でも、本当に、うんうん、今日は、あの、重大発表をさらっとしてましたけども。そうよ。あこちゃん、笑いながら、大爆笑しながら、言ってましたけど、普通 <laughs> がね。<laughs> いや早くないなんか決定するの嬉しいよねはい、はい、ね、そ,それだけあの制作一度の心も動かしてくれたの、うん、きっとみんなと思うしううよ、ね、いや本当に嬉しいな武装新規こんなに長いことやらせていただいて,<え>てだってさ、ね、なんか本当の大人の話し なるけどさ、はい、でもなんか好きだけじゃなくて、うん、あの好きの気持ちが派生してって、うん、そうやって PSP 手に取ってくれる人が多かったりとか、うん、それこそコレクションとして新規たちをいっぱいねおうちに飾ってくれるっていう行動をいっぱいしてくれてる人がいるからこそも大きいと思うよやっぱり。ねえはあラはあのなんかこう与えるというかだ出していくことはいっぱいできるけど。 やっぱりそれを受け取ってくれる人がいないとね、次には繋がらない仕事でもあるから、嬉しい。そういうのはね、すごく本当にみんなに感謝ですよね。あ長いこと愛されるってすごいことだと思うのですよでございます。ね、美味しいです。うん <laughs> 今も良かったです。本当にありがとうございます。うまいコメントありがとうございます。とても美味,美味しいコメントね、ありがとうございます。えー、本当に。はい。なのでまた皆さんに。 会できる機会があるんじゃねいかっていうことですねあるんじゃないかなって思いますい、ったしねあんこちゃんに握り発車しましたけどまたごめんなさいもう私が覚えてればの話ですからそうです次忘れてたらそれはそれでうん忘れないように誰かメール送っといてくれてもいいですそうですねまあその時はあったんですなあさんよりはそんなわけでまたぜひぜひお会いいたしましょうねそれではこの放送はここまでですお相手はあすみかなと北村えりでしたそれでではまた武装新ラジオロンド お会いしましょうバイバイこの番組はコナミの提供でお送りいたしましたバシン